意外といるな。はい、それでは準備が整いましたので、これから特別講演を始めたいと思います。今回の特別講演は VR アカデミアより赤猫さんにお越しいただきました。赤猫さんはバーチャル YouTuber を務めていらっしゃいまして、数学に関する動画を主に投稿されていらっしゃいます。ということで今回のタイトルは、剣の世界橋渡しの数学と題しまして、ご講演いただきます。それでは赤猫さんお願いいたします。はい、皆さん聞こえてますでしょうか。剣の世界橋渡しの数学ということでお話をさせていただきます。赤猫と申します。普段はね、YouTube で、赤猫の数学教室というので、具体的な問題の解説をやってるんですが、今回はね、私の、専門分野である剣論についてお話をさせていただこうと思います。と言っても、そもそも剣って何ですかっていうのをね、知らない人が多いと思うので、数学的には、対象というものと、あと、射というものがありますよという、そういうものなんですけども、まあ、イメージしやすいのは、例えば今、剣 C として、皆さん、都道府県とかをイメージしていただけるといいと思うんですね。で、都道府県、例えば何々県とかに、何々市とか何々町とか何々村とかって、こう町とか村があると思うんですけども、この市町村を調べるときに、今まで、数学の基礎とされてきた集合論では、その町にどんな年代の人がどのくらい住んでるのか、あるいは男女比はどのぐらいあるだとか、それから、どんな交通機関がありますか、どんな観光名所がありますっていう、その、市町村の中を、ね、具体的に調べるのが中央論でした。で、それとは対照的に、言論っていうのは、大体戦後になってからできた分野なんですけど、さっきの市町村の例で言うと、市町村の中を調べるのではなくて、他の市町村との関係。例えば、この町とこの町は隣り合ってますよねとか、この町とこの町はこんな交流がありますよねっていうように、他との関係性で、ものを調べていくという考え方をするのが剣論になります。で、その関係性を表しているのが、射というのね。まあ、もう一つ、例えとしては、例えば海に、島が浮かんでいると思ってください。C が、剣と、C という剣が海だとして、対象として、A、B、C という島が浮かんでいて、島から島への橋がかかっている。その橋のことを射という、考え方もできる。で、もうちょっと詳しくね、基本的な雰囲気をつかみたいという方は、ここに参考動画ですね、2つ YouTube の動画のアドレスを貼らせていただいておりますので、ぜひこちらの方もね、参照してみてはいかがでしょうか。あとね、今回図なんですけど、本当は私が書かなきゃいけないところなんですけど、ちょっと、剣論の分野で、まあ、有名な方の、作った PDF から、もらってきましたので、一応図の引用元ということで、書かさせていただいております。こちらね、かなり、抽象的ではあるんですけど、剣論について、詳しく述べられていますので、ぜひこちらのサイトをアクセスしてね、PDF 読んでみるといいかもしれません。まあ、高校生にはね、ちょっと難しいかもしれないんですけど、はい。ということです。それではですね、次に行きたいと思います。先ほどはね、一つの剣の中での話をしてたんですけども、剣って、一つじゃなくてね、他にもいろんな剣を考えることで、都道府県も一つじゃないですよね。で、そうすると、今度は、剣から剣へという新しい橋を架けることができる。さっきは市町村単位で考えていたけど、今度は都道府県単位で考えましょう。みたいなね、ことができるわけです。この橋のことを、県の用語では、関州と言います。これ、関州っていう字もね、書籍によっては、関数の関、まあ、関数の関というか、関係の関と言った方がいいのかな。っていう字を当てているのもあるんですけども、イメージ的にはね、こちら、訓読みで箱という、なんですけども、こっちの字を使う方が、正しいらしいです。まあ、そこはあまり気にしなくてもいいんですけど。で、ここからちょっとだいぶ話が端折るんですけど、このね、慣習からさらに別の慣習があったとしましょうね、今。次は一つの慣習を F しか書いたいんですけど、もう一つね、C から D に向かって G っていう慣習があったとすると、今度ね、この F と G という、この橋から橋に向かって新しい橋を考えることができる。このような橋のことを自然変化と
ていう。これはちょっと、この範囲超えちゃうんですけど、大学の教養で線形代数とかやったことある人だったら分かると思うんですけど、ベクトル空間って習うんですけども、ベクトル空間から相対空間っていうの、相対空間って何っていう、ベクトル空間から、例えば、次数係数って考えますよね。ベクトル空間から、次数の全体への、写像、線形写像。で、それのもう一回相対を取るっていうのをやると、ベクトル空間から、もう一つの新しいベクトル空間を作ることができるんですけど、その時にね、その、何もしない、いわゆる高等関数って言われるんですね。何も動かさない関数と、その、相対を2回取るっていう、関数の間に、自然性がある。実はね、自然変換っていうのはね、そういった、実際に、数学で起きている現象を抽象化するために、作られたと言われています。でこういったね、県と県もね、そのお互いの県の関係性でもって調べていくという、どん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 橋を架けていって、それぞれの、関係性を、調べるっていうのが、県の基本的な考え方になっています。では、3枚目の歌詞いただきますね。で、これはね、ちょっとね、今まで説明してきた橋とはちょっと違うんですけども、随伴という考え方があるんですね。で、これも、ある意味、監視と監視をつないでいる橋ようなものなんです。で、今書いてるとこれ何を意味しているのかはさっぱりわからんという人もいると思うんですけど、これはね、G と F を合成したものと D から D のね、合同監視ですね。の、間に、自然な、変換があると。で、今度、F、F で移して G で戻って、くる。これに対して、この、C 上の高等関数から、その、関数の高等に向かって、自然性がある、まあ、こういう関係性が成り立っている。で、このイプシロンのこと、県の裏は、ユニットで、こちらはイータですね。これイータって読むんですけど、こちらは小ユニット読むんですけど、こういったのがあるときに、この F と G が、随伴の関係にある。で、じゃあ、随伴の例ってどこに出てくるのかっていうと、これは高校生でも多分わかるかなと思うんだけど、高校生の平面ベクトルとかやったことあるから思うので、まあ、なんとなく、そういうものをイメージしていただければいいんですけど、ベクトルをベクトルに移す写像って、実はね、その空間の中に規定というのはね、例えば、平面ベクトルだと、XY 平面で考えたら、10と01っていう、この2つのベクトルの規定になってるんですけど、じゃあその平面ベクトルを平面ベクトルに移したとこっていうのは、実は、10と01の行き先が分かれば、全部決まっちゃう。っていう事実なんですね。これが、どう随伴と関係しているのかというと、まあ、県では結構有名な、忘却関数って言って、これはどんな関数かっていうと、例えば今の平面ベクトルの話しましたよね。平面ベクトルだってことを忘れて、ただ単に平面上の点から点への、写像だと思う。ベクトル空間の県から、ただの集合と写像の径に持っていくわけです。それの随伴を取ってあげると、さっきの、規定の行き先だけで、ベクトル空間の、写像が決まりますよっていうのが出てくる。で、これはね、私の、ブログの方でも、ね、実は昔記事を書かせていただきましたので、ぜひこちらの参考記事の方、まあ、参考記事の方ではね、ベクトル空間じゃなくて、さらに、もうちょっと、条件緩めているというか、ですけども、大体、今言ったようなことを、ブログの記事の方で書かせていただいておりますので、ぜひお読みください。その随伴のね、さらに上位版として、
出てくるのが、この4枚目のスライドに書いてある、この全ての概念は感覚調であるという、話になります。で、これ、私の受け売りではなくて、実際に、マック・レーン先生が書いた、言論の基礎っていう結構ね、これ厚めの本なんですけど、翻訳が出てます。まあ、これは言論の、辞書的な本なんですけども、そこに、の、割と後半の方にね、すべての概念は感覚調であるっていう、そういうタイトルの、説があるんですね。で、これどういうことかっていうと、県の中で、例えば対象の席を取るとか、和を取るとか、っていう、まあ、もっと、広く言うと、極限とか余極限って言ったりするんですけども、そういったものが、全部この感覚調というね、概念で書ける。で、ここにね、実は、選択公理も感覚調だって書いてある。選択公理って何っていうのをざっくりと説明すると、いっぱい集合があります。まあ、無限個でもいいんですけど、それらから一個ずつ要素を取り出してきて、それを集めた新しい集合が作れるっていう、これが選択公理と呼ばれる。で、もう選択公理が成り立つということと、まあ、ある土の感覚調があるよっていうことを、言うことができるんですね。ここに、アルゴドゥスによる、解説動画ありということで、これ実際、この参考動画、賞味30分ほどぐらいだったと思うんですけど、ま、高校生にはかなり難しい内容だと思うんですが、ちゃんと、選択考慮は感覚調だということを、示しています。で、あと、先ほどちょっとね、ご質問もあったんですけど、感覚調を知っていると何が嬉しいのっていう話で、今まで、普通の件の話をしてたんですけど、北条犬というちょっと犬もどきみたいな、概念を考えることができるんですが、普通の犬だと、対象から対象への射が取れるので、極限が作れるんですけど、北条犬になるとこれがちょっと困ったことになって、射が取れないということが起きるんですね。で、その場合に、この感覚値を使うことによって、極限の、代用版を、作るという、こういったところに、感覚値を使ったりします。なので、まあ、今日、だいぶ、はしょりましたけどもね、この県にさまざまな概念があるんですけども、全部この感覚調という概念で、全てを表すことができるっていうのがね、県のすごいところ。そしてですね、じゃあそんな県論、どんなところに応用されてるんですかっていう、ここが多分皆さん一番知りたいところだと思うので、ここはちょっと、丁寧にお話をさせていただきます。まずね、数学の分野だけでも、ここに書いてあると、ズバーっと、そう、ホモロジー代数、トポス、あと、総研、方丈研、方丈研さっきちょっと違ったと言いましたね。で、あと、高次元研といって、さっき端から端にし、さらに端をかけれるよ。これ、いくらでも続けることができるので、そうすると、どんどん、県の次元が上がっていくんですけど、これを研究する、高次元研。あとね、ホモトピーという、これ、位相幾何学での、出てくるものなんですけども、これもね、実は、県を使って、調べることができるということが分かっ
い。で、じゃあ、数学以外ではどこで使われてるんですかっていう。で、まあ、例えばなんですけど、計算機科学の分野で、パスケルっていうプログラミング言語をご存知の方いますか？パスケルという言語は実はこの検論の、考え方を使って設計されたと言われています。もちろんね、検論知らないとハスケルが使えないかというとそういうわけではないんですけども、まあ、ベースとして、言語体系を作るときに、検論の考え方を、応用したというお話が、それからあと、これは理系の分野ではないんですけど、哲学的なところでいくと、哲学と、数学でやる、あの数理論理学というのがあるんですけど、これが、結構密接に関係しているんですが、私たちは普段ね、背理法といって、何かを、が成り立つとして矛盾したら、それは成り立たないよねっていう、使うんですけど、この背理法はね、スッと成り立たないっていう、そういう考え方が、あるんです、ここに直感主義論理って書いてるんですけど、これどういう論理体系かっていうと、これ割と人間の、考え方に近くて、何か命題があったときに、それを具体的に証明できるかできないか。こういった論理体系と、哲学の思想との、関係性で、哲学関係の人もこの検論に、結構興味を持っていて、という話を、聞きました。はい。というところで、意外とね、数学以外でも、検論という、概念は使われているよっていうことで。まあ、あと、数理物理学やってる人だと、群というものを考えて、それの対称性からこういろんなね、例えば、クォークとかね、そういったものが、見つかるっていうか、存在することが示せるよっていうのを、やったことがあるっていう人もいると思うんですけども、これも、まあ、群を、表現論というのを使ってね、これもまた、群という件から別の件に飛ばして、考えてやることによって、対象性から、クォークの存在が示されたと話もあります。もちろんね、クォークの存在が示された時にはまだね、検論はそこまで発展はしていなかったんですけど、現在はこの検論の言葉を使えば割と簡単に話してございました。というわけでね、ちょっと駆け足になってしまったんですけどね、こういった形で、今、数学の、新しい基本になりつつある、検論という分野について、お話をさせていただきました。とりあえず、私からの方は、一旦、ここまでとしてます。ご清聴ありがとうございました。